さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょ。ふう、診察データの整理はこのぐらいでいいか。伊吹先生、今日はなんだかいつも以上に真面目にお仕事をされておりますね。失礼な、私はいつでも真面目だ。そうだ、すまないが今から他の従業員も全員ここに呼んできてくれるか。え、何か緊急のミーティングでしょうか。まあそんなところだ。どうしたんですか伊吹先生、全員呼び出すなんて珍しい。そうですよ伊吹先生、いくら患者さんが誰も来ないからって受付をゼロ人にするのは良くないですよ。ちょっと無人にしても行けちゃうのがこの病院の恐ろしいとこだな。担当直入にみんなに報告させてもらう。俺はこの病院を辞めることになった。え？え？え？期待通りの反応ありがとうお前たち。いやいや伊吹先生、何をおっしゃってるんですか。先生がいなくなったらこの病院やっていけないですよ。別にいてもいなくてももともとこの病院患者さん来ないけどな。いやいやダメですよ先生、私たち仕事なくなっちゃうじゃないですか。何を言ってる、私がいなくなってもみんなはここで勤務し続ければいいだけの話だ。当面の間は関谷先生、あなたがここを見ていてください。僕がですか。でも僕やぶ医者ですよ。聞かなかったことにしてやる。でも先生、理由は何なんですか。いきなりすぎて私たち混乱してます。ふっふっふ、実はこの度伊吹聖也は自分の病院を作ることにしたんだよ。って言ってもこんな大きい病院じゃなくて、まずは小さな診療所だけどな。そんな、先生それなら私たちも連れて行ってください。そうですよ、僕たちも一緒に働かせてください。ダメだ、本当に全員いなくなったらこの病院どうするんだ。え、潰せばいいじゃないですか。血も涙もないなお前ら。そういうわけだから少し寂しくなるけど、ま、近くの診療所だからいつでも遊びに来てくれ。それじゃあな。することだけして逃げるな。給料いつも低いぞこら。どうせ患者さん来ないんだから受付の時スマホぐらい触らせなさいよこのお兄者。ああ、うるさ、俺なんもしてねえだろうが。よし、外観もバッチリだな。ここから俺の新しい生活が始まるぞ。まずはこの伊吹クリニックを桜町の近隣の人たちに気に入ってもらって、そこからどんどん病院として大きくしていくぞ。さすがに一人では経営は厳しいからな、アルバイトの人を二人ほど雇ってみたが、素人だからどうなるものか。伊吹先生どうですか、私のナース姿もしかしてちょっと興奮してます。ああ似合ってるぞ。この子やる気はあるみたいだけどちょっと発言が怖いな。もう一人の子が見当たらないけど何をしているんだ。おーい、いるか。ちょっと伊吹先生、まだ着替えてる途中ですよ。いや、どう見ても着替え終わってると思うが。それじゃあ二人とも、明日からいよいよ伊吹クリニックは開業するわけだけど、基本的には俺の指示に従ってくれたら大丈夫だから、アルバイトの君たちは変なことをしないように。わかったね。わかりました伊吹先生、頑張ってください。ああ、音谷くん以来の推しだわ。面接に来た時息ぴったりだから採用したけど本当に大丈夫かな。ふう、準備も終わったし、いよいよ明日か。今日は早く休もうかな。実は家をこの上に建てたから下の職場に行くのが楽なんだよな。こういうの前から夢だったんだよ。はあ、疲れたと。あいつらには少し冷たく言ってしまったけど、あのぐらい言わないと絶対についてくるからな。あの病院は潰れてほしくないんだよ。あれもう朝か。ソファーで寝てしまってたみたいだな。いかんいかん、今日が開業だっていうのに先に下で準備でもしておくか。ソファーで寝たら体が痛くなるからダメだな。ちゃんとベッドで寝ないと。ん？どうしてもうお客さんがいるんだ。え？なんで空いてる？どういうことだ。おい、まだ診療時間外だろう。なんでこんなに早く開けている？すみません、シンプルに時間を間違えてしまいました。まったくもう仕方がないな。私も早く着替えないと。伊吹先生おはようございます。ああおはよう、私もすぐに着替えるから君もあっちで準備しておいてくれ。新しい衣服はと。おい、何を見ている。
あ、すみません、朝のご褒美かなと。お待たせしました、受付番号1番の麦田夏さん。よし、記念すべきいぶきクリニック第1人目の患者さんだ。大事にしないとな。今日はどうされましたか？いぶき先生、私の帽子外してみてください。え、帽子ですか？あ、わかりました。あなたの帽子。え、本当だ、外れない。先生、私を着替えさせてもらっていいですか？え、着替えさす？いや、そんなこと言っても。あれ何？キャラ編集の隣に服のマークがない。私、このゲームができた時からずっとあの交差点でぐるぐる回ってるだけの NPC キャラなんですけれど、先生が救ってくれますか？なんだろう、病気じゃないし、でも救ってあげたい気持ちもあるし、でもなんか軽い相談なのか重い相談なのか、すっごく難しいな。それは毎回のアップデートに期待しましょうね。それでは。先生、実は最近目が全然開かないんですよ。え、目ですか？ちょっと見せてもらえますね。いきますよ、せーの、えい。あれ、本当だ、全然目が開かないぞ。どうしよう。ちょっと口の中も見せていただいていいですか？わかりました。いや、口でか。まあ見えてるんだったらこのままで問題ないと思いますよ。それでは。どうなさいましたか？二人揃って。先生、この人の浮気癖どうやったら治りますか？先生、僕は一人の女性じゃなくてたくさんの女性を愛したいんです。これはダメなことでしょうか？まずそのことを相談しに来たっていうこと自体が病気だから、二人とも小学生からやり直してきなさい。はあ、相変わらず桜町の人たちは変な人が多いな。帰る、どうせ見てもらったって同じだもん。なんだなんだ、なんか騒がしいな。ちょっとリコ、ダメよ、もう一度先生に見てもらいましょう。あ、伊吹先生、ちょうどよかった。なんだなんだ、どうしたんだ騒がしい。すみません、伊吹先生でしょうか？実は私の子供がどの病院に行っても原因不明だと言われる病気にかかっているらしくって。原因不明？そんなの最近ではあまり聞かなくなりましたけどね。どうせここの先生も見てもわからないって言うもん。ふっ、その辺の先生と同じと思われたら困るな。この伊吹聖也、神に選ばれしゴッドブレスの使い手だぞ。よし、わかった。そこまでダダをこねるんだったら先にパパッと君の病気を見てやろう。待ってる患者さんはあの人か。先生、僕の番はまだですか？早く話したくて仕方がないんですよ、彼のこと。うん、あなたは帰ってもらって大丈夫ですよ。それでどういった症状なんですか？あのね、お友達と遊んだりしたらすごく心臓が痛くなるの。お医者さんはみんな重い心臓病って言うけど全然治してくれないの。私もこの子が急に倒れたりするので最近はずっとつきっきりなんです。なるほど、子供の心臓病の類か。きっとこの辺の医者だったら手術を失敗するリスクを恐れて適当なことを言って避けてるんだろうな。わかった、私がサクッと治してやろう。体に負担はかかるが致し方がない、ゴッドブレスを使うか。何するの先生？なーに、少し目をつぶっておいてくれ。ヒギ、ゴッドブレス。はい、これで治りましたよ。もう激しい運動をしても大丈夫ですよ。本当に先生、本当？本当だ、君には特別にゴッドブレスをかけてあげたからな。やった、これでお友達とたくさん遊める。わーい、わーい。こらこら、そんなにはしゃいじゃダメよ、まだ治ったばっかりでしょ。うっ、はあ、はあ、痛いよ。リコ、どうしたのリコ、大丈夫？なぜだ、今までゴッドブレスが効かなかった病気などほとんど存在しないぞ。やっぱり私の病気治らないんだ、先生の嘘つき。くっ、そんなはずがない、私が治せない病気などこの世に存在しない。この小さな診療所では手術をするにはあまりにも道具が揃ってなさすぎる。もう少し大きな病院に連れて行って私が手術をします。待っていろリコちゃん、私が君を救ってみせる。先生、
ゴッドブレスっていうの聞かないんでしょ。神様が諦めたとしても私がまだ諦めていないんだよ。おい、お前たちどうせ暇なんだろう。手術の手伝いをしろ。伊吹先生、もう勝手なんですから。先生、準備は OK ですよ。うむ、それでは今からこの子の緊急オペを行う。私にまたメスを握らせてこんなに難しい手術をさせるとはな。悪いが神よ、私はあなたには負けませんよ。ママ、見て見て、これね、最近流行ってるストレッチらしいよ。1、2、1、2。もうすっかり元気になったわね。今度伊吹先生にも教えてあげようっと。ふ、やはり私に治せない病気などこの世には存在しないのだよ。あれ、先生なんでこちらの病院にいらっしゃるんですか。もしかしてちょっと寂しくなってきたんじゃないんですか。うるさいな、俺の診療所ではあの子を手術する道具が揃ってなかったんだ。あと、お前たちがいなかったら正直成功していなかった。ありがとう。先生、お帰りなさい。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。